上場企業経営者をお会いする機会と、あとまあ夜上場企業の経営者 3,4 名集まって飲んだりとかする中では、大体もう、まあ、大体まあ M&A の話っていうのはもうマストで、はいはい、ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。今日は IRTV 社長キムさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。キムさん、今 IRTV で、はい、まあ、いろいろそれこそ上場企業の IR から、はい、まあ、要は上場準備中の、はい、まあ、企業家のネットワーク構築されてるじゃないですか、うん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 、でなんか そこのコミュニティの中で MA の話であるんじゃないかなと思うんですけど、うん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 、どうなんですか。まあ、ありますね。ある、はい、どういう MA 相談があるんですか。特に多いのは、うん、やっぱり上場企業の経営者からのこういう会社ないですかみたいな、割ともうその領域とか、うん、なんていう事業内容みたいなところで、うん、切ってもうピンポイントで言われるケースが最近特に多いなっていうふうに、うんうん、まあ、思ってます。というのも、まあ、IRTV って基本的には上場企業 その IR の、うん、お手伝いしてるわけですなんですけども、動画とかインターネットメディア使って、うん、でより、まあ、その最近は、まあ、直接上場企業経営者をお会いする機会と、あと、まあ、夜上場企業の経営者 3,4 名と集まって飲んだりとかする中では、大体もう、まあ、大体まあ M&A の話っていうのはもうマストで、はいはいはい、まあ、いくつか議題でも大体決まってくるんですけど、はい、その中の一つで M&A は必ず出ると、うん、具体的にはどういう会社がどういう業態を欲しがってるんですか。対別すると2つありまして、うん、1つはなんかどこも共通して、うん、ニーズがあるところっていうのがまあ1つあって、うんうんうん、もう1つはやっぱりその各社ごと、うんうん、各社ごとまあ事業内容違うんで、うんうん、事業内容といいますかマーケットを切ってくるような感じですね、うんうん、前者の方はもう傾向としては、まあ、本当もうこれ 3,4 年前からずっと変わってないんですけど、開発会社のインハウス化したいっていうのが一番、まあ、大きいですよね、うんうん。今人タレントバイ、タレントバイですね、はい、もっと言うとエンジニア、エンジニアバイっていう、うんうん、まあ、各社欲しがってるってことですね。そうです。何倍どういう評価になるんですか、ね、そういう会社の評価は。開発会社買いのニーズはもうすごいあるんで、うんうん、なので割高でも割と買うと思います。割高ってどれくらいですか。いや、なんでも普通の EBITDA 計算なら10倍以上、お、普通にありえる感じですね。人数とかにやっぱあるんですか、ある一定のラインといいますか。平均値取るとやっぱりですね、10名から20名規模の、うん、ところ欲しいっていうニーズがやっぱり多いっていうのは感じますね。ちなみにそのこっち その個社によってちょっと違うっていうふうには言われてたんですけど、はいはい、あ、そう、言える範囲で個社は本当に、まあ、もう本当に個社ごとなんですけど、はい、僕の場合は上場企業の経営者とのコミュニケーション多い中で、うん、割ともうなんかFacebook メッセージでなんかボンと来たりとか、うん、ちょっとコミュニケーション取ってる間に、はいはいはい、ちなみに最近こういう案件探してるんですけど、うんうん、なんか知り合いでいませんかとか、こういう話聞きませんかみたいなのがあって、うんうんうん、まあ、直近で言っても、まあ、例えばの、はいはい、さんとかで言うと、まあ、ちょっと前、まあ、Facebook メッセンジャーで、まあ、なんでちょっと、まあ、別件の話してた時に、うん、もういきなりですね、最近 MA 案件いいのないですかみたいな、で僕は どういうのですかって言ったら、一つは人材派遣、はい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 、でもう一つ人材紹介、はい、あとはなんか B2C の、うん、コンシューマー向けのなんか生活系メディアが欲しいみたいな、ほう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 、まあ、かなりちょっと漠然としてる部分もあるんですけど、でもある程度特定した領域を切って、うん、来て、うん、まあ、伝えてきたりとか、うんうん、まあ、まあ最近なら婚活事業やってるそのさんとかなら、はいはいはい、マッチング系の、ウェブメディアとか、うんうん、それとかあれば、うん、明日にでも契約しますみたいな、明日にでもっていうそれぐらい欲しいみたいな、あそこも結局競争がどんどん激化してるんで、まあ、どこがやっぱ抜け出すかみたいなところで、スピード勝負というか、まあ、その陣取りみたいなのもあると思うんで、うんうん、もうそこは資本の原理で、まあ、取っていこうみたいなのが多分、まあ、あるんだなっていう。そうですね、分かりました。ちょっとまた次回ちょっとお願いします。はい、分かりました。また今アンドレイ君、お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。
ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。